こんにちは、生活冒険家のナルです。今日はですね、こちらの、モバイルハウスの運転席を、カスタマイズというか内装をですね、まあ、いわゆる内装をただのトラック状態なので、気張りにしていきたいなと思います。はい、全くやったことない、ことなんですけども、試行錯誤しながらやっていきたいなと思います。はい、ちなみに、運転席部分なんですけども、まあ、よくある車の内装って感じですよね。こういったなんだろうフェルト状というかいうものが貼ってあります。はい、今回はこちらの、フェルトを止めてる部分、こういった部分を、一旦全てまず取っていってから様子を見ていこうと思います。まあ、こんな感じでですね、マイナスドライバー使って取っていってます。よいしょ、こんな感じで簡単に取れていきます。こんな感じでですね、一通り、固定されてた部分を取ることができたので、この、フェルトシートみたいなものを一旦剥がしてみたいと思います。よいしょ、トラックの、このフェルトシートの中はですね、こういう風になっていることが分かりました。はい、なんで、この部分にはいくらでも、いくらビスを打っても、貫通することはないというか雨が持ってくることはないということが分かりました。なので、ここに木を張って、行きたいなという風に思います。はい、というわけでこんな感じでですね、上の部分が取れました。はい、とこんな感じでできました。内装が変わると気分が上がりますね。はい、というわけで、運転席の内装のやり方でした。